もう雪がちらついてきて、もう誰もいないね。この道はわからんわ、ほんまに。この道でとりあえず釜ヶ岳まで来ます。今やっと稜線みたいなとこまで来れました。道迷いました。ここ道わからんわ、ほんまに。ちゃんとしたルートじゃないから。はあ、雪がちらついてきたな。はあ、ここだけやろな、雪降ってんの。道迷って今なんか岩のゴツゴツしてるとこまで上がってきたけど、すごいな、これ岩がいっぱいあって。はあ、全然わけわからへんわ。どこに上がってんやわからへんもん。大体はわかるけどな、どこに上がってるかわからへん。全然登山道が 見当たらへんな。どれが釜ヶ岳や。もしかしてあれか、あれやったら逆やな、案内してるとこが。ちょっと行ってみようかな。引き返しても引き返したとこ全然わからへんからね。道迷って今ようやく上まで上がってくるだから、とりあえずもう一回上がってみます。もうちょっと行ってみる。すごく吹いてます。これが 1000m 級の岳の山頂近いんかな。どこに何を上がってて全然わからへんけど、それらしき山かな。チェーンがあって、これもしかして山頂かな。もう雪やな、これ真っ白や。もう前何も見えへんわ。どこや、山頂これ。細かいな、これかな。なんかこう岩がゴツゴツしてて、足元こんな感じ。パイセン持ってきてよかった。岩が滑るから、ブーツだと滑ります。うれ、あれ、ここ山頂ちゃうん。どこやねん。あ、山頂らしきものが見えてきた。これや、これなんや。釜ヶ岳、なんて書いてあるよ。これなんやろ、これ山頂なんかな。これどこや、何やら林って書いてあるけど、あれ、これが山頂なんかな。全然わからへんわ、全然わかりません。もうこれ見て、これ霧っていうか雪で、もう前も何にも見えない。これ御在所までどうやって行くんやろな。あ、やっぱりこれ、釜ヶ岳の山頂でしたね。俺一人や。誰もおらん。ほれほれ。釜ヶ岳の山頂でーす。山頂来たぜ。はい。よかったよかった。へい。山頂に俺のピッケルをさして。吹いてて何を見えんの。あれ、これ御在所はどっち、どっちや、どっちから降りんやな。ちょっとわかりません。なんかゴツゴツした岩でなかなかいいですね。なかなか。この辺だけやな、やっぱり。海側は多分晴れてると思うんだけど。反対側。四日市の海側やな。ここは晴れとんな、海側。ちょっとさっきまで吹いてたんが、ちょっとやみました。ちょっと周り山を見えるようになったんで、歩けます。多分御在所はこっち側になりますよね。多分。地図持ってきてないんで、今日は頭の。でも大体でも太陽の向き見て、小出しは向こうへ。
夜になって四日市は晴れてきました。福田市も晴れてきました。これは奇祭天下り坂、これはなかなか面白いな。あの稜線ずっと辿っていくと、あれが福田市の展望台やろな、多分展望やろな。あっこまでだいぶ距離あるな。僕はあの辺下にいる、あれ見えるか、温泉街のあの辺ぐらいからずっと歩いてて、こっちの稜線から御在所を向けて歩きます。御在所はそこなかなかいい風景、これはいいな。なんかロックロックしてるやんか、へへへ、モツモツしててなかなかいいな。ロックロックしてますよ。